はい、えー、皆さん、そろそろ時報がなりますね。はいもう自動的に録画をしている皆さんもこんばんは、んこでございます、まあ。沖縄メディアの皆さん、新聞社の皆さんもこんばんは、んこでございます。はい私あの、時々しか問題発言をしない、えー、ボギー・テレコンでございます。さて、えー、9月の、えー、19日ですね、今日ははい、19日の木曜日。 一部ボギーチャンネル私えー、主催のはいボギーテドコンと申します今日の南の島沖縄えー、もう台風のようなねあのー、強い風とまあ、横殴りの雨が降ったり止んだりしています、まあ、沖縄の、えー、これは東南東の会場ですかまあ 台風になりそうな熱帯低気圧が、まあ、沖縄本島近海に向けて今進行中でございまして、まあ、その余波でですね、かなり強い風とまあ、時折降る雨が、えー、断続的に続いているような状況でございます。まあ、先日13号が直撃した宮古島ではまだまだインフラが完全に復帰もしてない中、またこうしてね、あの。 台風のような、えー、強い風と雨が降るとまた、噴、え、火、ー、もかなり遅れるんじゃないかと思いますし、えー、この15号で大きな被害を受けた千葉の皆さんもまだ、えー、電力が復活してない水道もまだ復活してないところもあるみたいで本当に沖縄の私たちから見るとひと事じゃないなというふうに、ね、あの思います。まあで きれば本当にこういった悪天候がなくて、一刻も早くやっぱり復旧されることを、ね、願っております。さて、えー、今夜の一部、えー、ボギーチャンネル、二、まあ、部の、えー、皆さんお待ちかねのワン・ウムイかっこ、HK チャンネルなんですけど、今日はどんな家でたちで登場するのか、私、非常に楽しみにしております。まあ、先ほど前までですね、あのー、 右とか左とかねあと賛成とか反対とかの垣根を越えて、まあ、沖縄を良くするためにはどうしたらいいかというそういった会議の方に参加をしておりました。まあ、思想的にもも立場も違う ね、方々と膝を交えて話し合いができるというのは非常にいいことでありまして、まあ、そういった方々が沖縄にいるっていうことはちょっと救いかなと思います、まあ、感情的になりますと私の姿を見るだけで「帰れお前の来るとこじゃない帰れ叩き潰してやるぞ」って言って、ね、脅迫してくる人たちもいますけど、まあ、今日はそういったこともなく和やかにさまざまな勉強させていただいたということで感謝申し上げたいと思います。 思います、まあそして感謝といえば今日、えー、ボギー中佐と、はいえー、白総立地沖縄の前田高知に行ってまいりました。まあ前田高知といいますとここ FM21 から直線距離でだいたい2 0 0ルぐらいのところなんですけど、まあ、ここはさっきの大東亜戦争末期の沖縄戦で。 まさにこの世の地獄をすべて集めたと言われるほどの激戦地だったところでございます。まあ、トム・ハンクスの白装立地をご覧になった方もいると思いますけどまさに中を地で洗うとそして取って取り返しまた取られ取り返すというね本当に血みどろの戦いが繰り広げられた高台でございましてまさに今は草が生えててねそんなに感じないんですけど当時 焼け野原の時には本当に数十メートルの断崖絶壁がここにはそびえていたというふうにね言われております、まあ、現在はそこに草や木が生えているもんでなだらかに見えるんですけどそれでもやはりかなり高台だなっていうのは感じるところでございます、まあ、実はここ、まあ、前に私の後輩が、えー、森の中を行進する皇、えー、軍兵士の例を見たところ なんですよね、まあ、今からもう本当に数十年前なんですけどいわゆるミルという私の後輩がここで夜中、えー、暴走した後ここに集まってねあの缶コーヒーとタバコを食い入らしてると、まあ、森の中に人影が見えると、まあ、当時この森の中は照明なんてございません。真っ暗な森の中で 歩いてるる人人の人影が見えると言うんですよねまるでそこだけ光が当たってるかのように浮かび上がって見えると目を凝らしてみるとそれはなんと傷つきボロボロになった日本の兵隊さんとその兵隊さんたちを励ますかのように声をかけている指揮官らしい方が見えたと言うんですよね。まあ、私の後輩は まるで映画を見ている人に見入ってたと言うんですけど突然その負傷した兵隊たちに声をかけている指揮官らしい方が、えー、視線に気づきくるりと振り向いて直立不動の姿勢ををとって敬礼をした言うんですよねそれを見て初めて我に返って「幽霊だ」っていうことで大声を上げて缶コーヒーも投げ捨てて。 オートバイのエンジンをかけて逃げ出したところ、まあ、そこにいた連中もみんな逃げ出したというところでございまして、まあ、彼らからすると笑い話かもしれませんが私からしますともう涙が出そうなお話でございまして、まあ、戦争が終わって数十年いまだにその前田高地で傷つきボロボロになっても戦い続けている兵士たちのね見た目がここにあるんだと。 もう戦争が終わってこんなたってもここを守るために未だ戦い続けてる、ね、兵士がいるっていうことを思った時にすごい胸がジーンとしたんですよね。で今日、えー、ボギー中佐と、えー、そこに行きまして、まあ、坂道を登っていってですね、まあ、奥の方に、えー、浦和の塔というあの自然の防空壕を利用した壕、まあ、があるんですが。 ここは戦後、この前田高地付近の産卵していたご遺骨を、ね、集めて奉納納骨をしていた壕であるんですけど、ここ、私が小さいときに入ったことがあるんですけど、もう壁一面、骨だらけだったところです。記録を見ますと、この浦添の前田近辺で拾い集められたこのご遺骨の数が約5000柱。 五柱ですよそこだけですごいですよねその高知の周辺で拾い集められたご遺骨が5,000柱あったって言うんですよ、まあ、そのぐらい激しい戦いが繰り広げられたこの高台、まあ、映画にもなって今では外人さんとかね映画ファンの方も来るようになりましたけどやはり独特の空気がやっぱり流れてるところであります 私が感じた空気は硫黄島の空気と全く一緒ですねあの観光地化されてない霊域という感じでございましてあの賑やかさも何にもないです本当に静筆な中で、まあ、ここであのような凄、ね、惨な戦いがあったなんて信じられないなという、まあ、そういったところで今日は、えー、私が持参した沖縄の青森と ボギー中佐が持参をした日本酒を備えそして線香を焚いてですねここで懺悔された全てのご栄霊の方々へ鎮魂と感謝の誠をねさ、まあ、捧げてきた次第でございますまあほにこれだけ時間が経ってもまだ戦い続けてる、まあ、ご栄霊たちがおられるっていうことはねぜひ皆さんも心に 留めいいててただいて、まあ、沖縄に来た時にはぜひここもね訪れていただきたい場所だというふうに私は考えておりますさて、えー、今日はですね、まあ、ボギー中佐と先日行きました、えー、ギレツ空挺隊の、はい、玉砕の日についていろいろお話をしてみたいと思いますけど これ読谷村の読谷村役場のすぐ近くにございます、ギレ列空挺隊玉砕の地。はい、ギレ列空挺隊といいますと、まあ、沖縄戦が始まった1945年4月1日、どん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 南部に追い詰められる日本軍を、ですねあのやはり日本本土は見捨てなかった、陸軍、県軍にありました。 ギレツ空挺隊陸軍の空挺部隊なんですがこの沖縄のすでに占領されていた読谷飛行場、まあ、ここには米軍が飛行機がわんさかも止まっている状態だったんですが、まあ、そこに強行着陸をし飛行場を破壊することを目的に1945年4月の確か26日でしたかね26か28だったと記憶してますけど。 この熊本の県軍から12機の陸軍の重爆で出撃をしました途中、エンジントラブルや迎撃に遭いまして沖縄本島までたどり着いたのはそのうちの4機のみところがこの4機が沖縄本島の上空に達したところその3機は米軍の熾烈なる対空砲火に撃ち落とされ えー、飛行場に強行着陸することをかなわず、えー、途中で撃墜をされ、えー、乗っていた空挺隊員はすべて戦死されておりますそういった中で1機だけが、まあ、読谷飛行場に強行着陸をしました、えー、着陸をした際に、まあ、死亡した兵もおられましたが約11名の兵が、えー、この航空機の中から飛び出しまして、えー、当初の手はずり この飛行場の破壊活動に全力を尽くしたわけなんですよね、まあ、結果的に米軍は、多くの航空用ガソリン、そして重爆撃機、戦闘機などを、この亀裂空挺隊の兵士によって撃破され、丸1日、この読谷飛行場の機能は停止するということになりました。 しかし、この強行着陸をした空挺隊員は、どん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 、この数多い米兵に取り囲まれ、倒れていったんですよね。そして、たった1人だけ生き残った空挺隊員は、飛行場から逃れ、読谷村の残波岬のところまで逃れていったんですが、とうとう追い詰められ、射殺をされました。そして、 この沖縄に到達した4機すべての搭乗員の空挺隊員がまあ玉砕をしたということでございましてまあそういったいわくつきのところでございますさてまあこの玉砕の日まあ皆さんもねあのそっちを私紹介してるんで見に行ったことあると思いますけどまあその玉砕の日のところにはえ旧日本軍が作ったまあいわゆる これは飛行機の格納庫ですね、延、ま、滞、あ、号と呼ばれるんですけど、土を掘ったものではなく、これはあのまず地上に土を持って山にした後に、そこにコンクリートを流し込みまして、固め、そして固まったときに中の土をかき出すような方法で、この格納庫を作っております。 で鉄筋なんか入ってないっていうことなんでねよく鉄筋も入らずにこういったものを作れたなと思いますがえ当時その下に、えー、持っていた土のね形がそのまま、えー、この格納庫の屋根に残ってるのを見ると本当に先人の方々の、まあ、苦労っていうのが忍ばれるのでございます、まあ、そこにはねこのように、えー、いわゆる説明板が3つ飾られておりますが その3つの,、ね、あのちょっと説明版を皆さんにお見せしたいと思います。まず1つ目、これでございます。府の遺産、沖縄戦の痕跡ということでございまして、まあ、この戦時中、まあ、読谷飛行場を占領した当時の写真と現在の写真、中根費の写真などが飾られております。そしてこの、ね、中根比今では 柵に囲われ草が生え放題で本当に草の中で埋没するような状況になっているんですよね。さてあの文字の方をちょっと拡大してお見せしたいと思いますけれど、はい、このように「まあ、日本にはかつて戦争を繰り返す間違った時代がありましたと」と、まあ、この間違った時代っていうのはもう現代の私たち のまあ価値観でございますが当時の人たちはまあ間違った時代とは思ってない人たちもいたんじゃないかというふうに思いますその間違った時代というのはあくまでも近代の我々のまあ一つの価値観でありまあ、当時の方々の思いと今の人たちの思いといはちょっと別物かなっていうふうに私もね思ってしまいますそして下したのこれ中古 中婚費についてのことを書いてますけど、まあ、中婚碑とは国家天皇のために戦って死んだ軍人や軍属の中義魂を褒めたたえる記念碑で、多くの若者を戦場に送り込む教育環境を作るために建てられましたということなんですよね。はいえー、幕友さん、えー、負の遺産とはひどいということですね。はい。 そして、セイラさんからは、なぜ戦争をしなければならなかったのか、当時の人たちの思いはということで、まあ、こういうことを書いております。まあ、私から見ますとかなり一方的な視点から書いてるなというに思いますが、このようなやっぱり戦争遺跡はもう少し大切にしてやってもいいんじゃないかというふうに思ったりします。はい。そして、次の。 次のものは、えー、こういったものもやっぱりございますね。はい、えー。戦場となった村、逃げ惑う住民ということで、読み炭村のことを書いてますけど、まあ、読み炭村のちびちリガマのことを、ねまあ、説明をしております、まあ。向こうも集団自決があったところで、やはり本当に多くの人たちがあの自ら命を絶ったところではございますが、 まあそこもねあの強制だったのか文明だったのかまあ戦後特に近年になってそういったことでまあ清掃の国にされてるっていうのは私はこれちょっと何か違うよなとまあ亡くなった方々を弔う気持ちには賛成とか反対とか右とか左とかないと思うしそれを政治的なものに利用するのはさらに私はどうかなというふうにあの思っております。そしてこここににはでも残念なことに この擬列空挺隊についての説明板は一切ございません。一切ないんです。この擬列空挺隊玉砕の日という日が一つ立ってるだけで、何の説明も一切ないんですよね。実はこの過去農耕のそばで玉砕したわけではなく、そこから約400メートルぐらい離れた中学校のグラウンドが実は強硬着陸の場なんですが、 まあ残念なことにそこにはそれを示すモニュメントも説明文もないというのがちょっと残念だなというふうに思っております、まあ、沖縄を捨て石だと思いたい人たちにとってはこのように熊本から片道3時間もかけてこの沖縄まで飛んできて懺悔された人たちのことをまあ県民に知られることは非常にまずいと思っている人たちもいるのかなと思ったりしますが、えー、このはい。 あの玉砕の日の前で、えー、ボギー中佐がですね、まあ、お酒を備えないて、えー、鎮魂の祈りをまあ捧げてきた、えー、次第で、えー、ございます。はい、このような感じ。まあ、大きさにしてはたいこのような大きさでそんな大きくはありません。あのー、当時のやはりゼロ戦とかハヤブサは今の航空機と比べるとだいぶ小さいですよね。まあ、それが すっぽりと入るぐらいの大きさなんでそんな大きくもないんですがこれをね型枠とか使わずに土を持ってその上にコンクリートを流し込んで固めた後に土を掘り出して作ったというこの格納庫本当に昔の人の知恵っていうのはすごいなと思いますよ。はい、でただ今では落盤、はい、崩壊の危険があるということで。 まあ、鉄骨の補強を入れて立ち入り禁止にしておりますが、まあ、本来であればこういった戦争遺跡というのは後世に残すためにきちんとやっぱりね修復作業をしたりえ保存のためのやはり、えー、防水加工をしたりやるべきだと思いますが、まあ、今の状況を見ていると早くもう壊れてなくなってしまえというようにしか私には見えないんですけどね。 まあ、沖縄にはこういった戦争遺跡が結構あちらこちらに残っております。まあ、ここだけではなくて肥舎川沿いには、えー、マルレという特攻艇、はいえー、日本海軍の特攻艇の、えー、マルレを、ね、あの収納していた号、えー、が残っております、えー。糸満市の真壁の方には、えー、当時激しい地上戦でね、 あの機銃弾に貫かれた水タンクが残っていたり、かかず高台には当時、ここに駐屯していた部隊が立てこもった統治下、米軍の,この艦砲射撃、もしくは航空機の爆弾の直撃を受けて、前の方が崩れているんですけど、それがそのまま残ってたりするんですよねただ沖縄でではこの戦後ですね。 えー、地上にたくさんそういった航空機の破片とかひっくり返った戦車とかそんなもんたくさんあったんです銃もたくさんあったそうですあの壕に入ると、えー、日本軍の銃がそのままあったりとかはい弾薬があったりとかしたって言うんですけどまあ戦後まあ、沖縄は非常に貧しい時代に、えー、そういった戦車やそして、えー、砲弾の薬莢などをね集めてスクラップにして生活の足しにする ことがまあ普通に行われていました、まあ、そういった中で、えー、この不発弾を集めて中の火薬を抜いてですね外の、えー、この鉄の部分だけをスクラップとして、はいえー、取引をするっていうこともあったそうですこの砲弾のベルト真鍮でできたベルトは真鍮ということで特に高く売れたということなんですが まあ、そういった鉄を取るためになんと砲弾にです、ね、水をかけながら金の子で切るということを、ね、やっていたそうです。これ浦添市役所の後ろの方にそれを作業した、まあ、工場があったというんですが、まあ、ある時そこで水をかけながら砲弾を切っている時に火花かなんだかの衝撃が新刊に与えられたのか。 大爆発を起こしまして、まあ、そこで作業をしている方々がまさに試算しその体の破片がですね、はい、体の一部が、えー、約2 0 0ルぐらい離れている小学校の木の枝に、まあ、ぶら下がっていたということをね私は古老、えー、の方から聞きました。 まあ当時はそのような危険なことをしてまでも、まあ、鉄を集め売らないとやっぱり生活が成り立っていかない、まあ、そんな貧しい時代がまあ沖縄にはあったということで、まあ、そういった時代に多くのそういった戦争遺物がですねスクラップとして、えー、いろんなものに使われ輸出され、まあ、沖縄にはほとんど今そういったものは残っていないだけに、まあ、こういったところはやはり後世のために大事にあの これはね残していくべきではないかなというふうにあの思っていますそしてこの先ほどの「ちびちりマの話があったんですけど「ちびちりマではねやはりそういった感情に走った方々による、まあ、自決というのがありましたがそのすぐ近くにある「シムクガマというガマがあるんですけどそこはですね あのアメリカ帰りのまあ年配者がたまたまいましてアメリカ軍はそんなあのことしないからということであの説得をしまして投降したことで1,000人近くいた人たちはまあ自決に走ることなく命を流られてるということなんですけどね、まあ、そういったものを日本軍のせいとか教育のせいにするのは簡単なんですけど。 今の私たちがそういったところで当時の人たちが生き返るわけではないし、まあ、当時の人たちの思いを今の価値観で判断することは私はいかがなものかというふうに思っております、まあ、多くの人たちが亡くなった沖縄の地上戦、まあ、それでまだまだ地上をさまようた霊の方々がいるんであればそういった方々がねやはりあの安らかに昇天できるように。 あの心から、えー、そのご冥福と感謝の思いをね手を合わせて祈った方が私はずっといいんじゃないのかとそういった人たちの存在をね清掃の具にし、えー、自分たちの票につなげるようなことに使う、まあ、現代の政治家たちが私は本当に浅ましく見えたりするということで、えー、ございますしかし本当にね白 すごいとこでしたけどここもねあの当時広大な飛行場があったとこなんで、まあ、残念なことにこの技術空挺対玉砕の日までの案内板というのが全くないんですどこにも案内板がございません、はい、この円体号って書いてますけどこれ号じゃなくて格納庫ですからね、はい、円体号というのは 地面掘ったものが円帯号って言うんですよこれ地面掘ってないので格納庫なんですけどなぜか「円太庫」と書かれています。結構知ってる方でもそれ誤解してる人いますけどこれ格納庫ですからね、まあ、こういった格納庫は本土にもたくさんあったらしいんですけど沖縄では残ってのここ1箇所だからこそ貴重だなというふうに 私は思っておりますしかしこのような戦争遺跡への案内板がないそして現地に到着してもなんと説明板一つないというのは私はいかがなものかと思います。やはり命を懸けてこの沖縄に到達し産下、まあ、された多くのやはり人々のことを知ってもらうためには右とか左とかね あの反戦とかそういったことをやっぱり超えた部分で史実をきちんとやはり後世に残すことが私は必要ではというふうにあの思っております。はいということで本日は、えー、私と、まあ、ボギー中佐の、まあ、沖縄戦跡巡りの話をさせていただきましたけど、まあ、この白宗立地の近くにあるあの博物館 ちょっとした資料館があるんですけどそこで見た、えー、この砲弾の破片っていうのはね本当に先がが尖ってて重さが1個3キロぐらいあります、まあ、そういったものがね真っ赤に焼けてすごいスピードで飛んできて体を貫いたとなったら本当に体なんていっぺんに真っ二つになっちゃうなというふうに私思いました。まさに鉄のの風が、まあ、この沖縄をね 吹き荒れたということでございましてそういった中であの生き残った人たちもいたというのが本当に不思議であります。まあ、私の父も、えー、疎開でね対馬、えー、丸と同じ船団に乗って、えー、本土の方に向かいましたが、まあ、父の乗った船ではなく対馬丸が火を、ね、上げながら沈んでいくのを、ね、見ながら真っ暗な海を てての明かりをを消ししし北上たたという話を聞きました戦争にいるとドーンっていう音が聞こえたって言ったんですけどねもうすぐみんな上に上がれと言われて上に上がってったというんですけど、まあ、それでも多くの小さな子どもたちやっぱり亡くなってますしね、まあ、そういったことを手実は手実でやっぱりきちんとねあの伝えていくべきでありそれを感情をコントロールするための道具に使って まあ政治のね自分たちのツールにしてしまう人たちがいるっていうのは本当に残念でならないこういった説明版にしてもやはり感情を入れるのではなくきちんとねやはりあの事実をありのままに書くべきではないのかなというふうに思いますが読谷村自体が反戦の村と言われているところでありますし まあ、そういったところは多分しばらくは変わらないまあ変わらないからあの諦めるんじゃなくてきちんとシーツはシーツ教えていく努力を私たちは、えー、頼まなく続けていく必要があるのではと思っておりますということで、えー、今夜の一部まあボギーチャンネルこうやって終了しますがぜひ皆さんも沖縄に見えられた時には、えー、こういった観光マップに載っていない船籍に行って まあ、ご栄誉の方々に手を合わせそして彼らの冥福を祈りそして感謝をし、えー、そこをさまよう彼らの御霊の焦点を願うっていうのもね私はいいのではと思っておりますということで、えー、今夜一部、えー、ボギーチャンネルこれで終了しますが2部は皆さんお待ちかねの HK チャンネルでございますよ今日のコスチュームのテーマは何ですか HK 仮面さん やっぱり変態でよろしいんですかねそれはないです。今日は変態ではないと言ってますので、ぜひ皆さんまたこれもご覧になっていただきたいと思いますえ。2部の方は22時からスタートさせていただきます。もちろん生放送。えー、地上波 76.8MHz。お時間のある方、ぜひまたツイキャスの方で生中継ご覧になっていただければ幸いです。そして、HK 仮面3への生温かい えー、応援メッセージお待ちしておりますのでぜひどん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 お寄せいただきたいと思います。えー、彼はあのうさびっちに出てくるあのひよこみたいにですね、はい、しばかれればしばかれるほど喜ぶタイプかもしれませんので、わ、ね、かりますあのうさびっちに出てくるあのひよこ、コマネチでしたね、そういえばコマネチというひよこがいるんですけど、彼と性格が。 似てるかもしれませんぜひ時間がある方はうさビッチこまにちで探してみてくださいね。あの紐で縛られてもたえる変なひよこが出てくると思います。ということで2部の時間までまたしばらくお待ちください。ありがとうございました。